ハンマー家の本家のハンマー用潜水です。アクセスダイレクトのね、収支保険に入ろうと思って手続きしたらね、入れませんでしたね。やっぱこうでしたね。事実上は私はね、普通よりが健康なんですよ。でね、一応、尿管結石とかね、痛みとかね、動かせば治ることがあるんでね。あれですけども、出るということがね、やっぱり、ね、あるんですよね。24歳、30年以上前に、尿管結石でね、手術したことあるんですけど、そういうことを記入したわけですね。で、それから心臓はね、普通よりかはいいんですけども、有利なんですけどね。再生性があるって、あると。その代わり、麻酔薬なんかでは心臓が止まってしまうよということで記載したんですね。で、超健康で僕が入らなければ誰も入れないんですけどね。健康っていうか特殊でね。特殊な体。あと、スポーツマンで肺活量というか栄養を取り入れる力が強いんですね。これは気にしなかったけどね。ただ、脳の方のですね。世界で誰もいませんけど、普通筋肉の方に行くんですけどね。私の場合、脳の方にエネルギーが供給できる。スポーツマンと同じ。だから、こう高いね、糖を取らないといけないですね。糖が大好きというかね。普通だったらもう糖尿病で死んじゃいますけどね。ということでね、実際は一番有利なんですね。体の体質的にはね。デリケートで死にやすいですけど、普通よりかね。粗いことやると死んじゃいますけどね。それをしなければ長生きできるわけですよ、体がね。そういうふうな体質なんですね。デリケートで死にやすいですけどね。普通の人よりかね。でね、そういうふうなことを、一応ちゃんと健康だよというような、一番健康だよというようなことを分かるような表現で全体ではね、書いたんですけど、アクサダイレクトさんはね、外しましたね。私が入れなかったら誰一人入れないんですね。ということと見たらね、誰でも入れるみたいですね。だから安治療になっちゃうみたいです。だからみんな、いい加減な治療で終わっちゃうんでね、助かんないんですね、大きい病院の時に。保険入っている人は。日本のアクセダイレクト入れなかったら私どこも保険入れないでしょう、収支保険はね。で、私医者で名医で世界一だから、福島の脳外科なんかもいるけどね、彼よりかもっと私の方が医者なんですよ。学者でやってますけどね、メインなんですよ。自動車のタクシーの運転なんてやったら全自動でやりますから、そういうものを作るわけですね。医者なんて土方の仕事だから、低能者がやることなんですよ。全部ね。労働者がやるんですね。で、医者では一番メインなんですね。で、現実、保険料がまず安すぎる、納めるのが安いんで、誰でも入れるから、もう、全然意味ない。それで治療代、ただで済むわけでしょ、一生。そんな保険なんてありやしないから、どうしてるかっていうとね、もういい加減な治療で全部やっちゃうんですね。それと、団体でね、盗み取ってんの。ただで治療するということね。たったね、3000円ぐらいで収支になっちゃって、一生2000円ぐらいか。1000円ぐらいでなっちゃうんですよ、若い時は。1000円台で。それでね、治療代全部ただ、一生ただなんていうのは、そんなのはね、ありえないんですね。どうやってるかというと、全く強引ね、団体で強引で作っちゃって、保険をね。団体で保険で、作っちゃって、支払ってないんです、医者の方に。全然、病院の方に。団体でもう脅し取って入ってるんですね、みんな。で、誰でも入れるよということで有利だよって、倒れても収支だからずっと、
ベッドがありますよと。ね。最低料金の5000ベッドでね、もう1000円台ですからね、若い時は。それで収支だから病気になって、ね、全部タダでしょ。何病気たってもタダだからね。まあ、癌は特別にまた別にいりますけどね、2倍ぐらいいりますけどね。それでも癌でも同じですからね、癌の治療ができない、ね、大きな治療ができないだけですから。普通の治療はできるわけですからね。だからそんなことでね、入ったら私はその悪いのしかいないから、逃げたちいないから殺されちゃうわよね。そんな保険で治療してもらうとね。で、あとガーガー言って、僕だけにガーガー言ってね、病院に来ないように、病気しないようにね、もう全然いなけりゃ文句言うぞとかいうような感じで、私だけ責められるからね。大体ね、尿管結石とか病気、手術は難しいんですけど、脳外科の脳の手術と同じように、まあ、初級ぐらいの手術は必要なんですけど、難しいんですよ。だけど、食べ物が豊富でよく詰まるから、これは直してもらえていい、しょっちゅうしてもらっていいようなもんで、まだ1回しかしてもらってませんけどね、石が溜まってね。これはいいし、起きたって別に、うんこみたいなもんでね、治療してもらっていいんですよ。たくさん食べてわざわざ詰まったっていいの。ね。手術してもらえば治るから。ただ、ほとんどの半分ぐらい下手くそな人だらけだから、ね、大変なことになるんだけど、難しいからね、脳外科の手術みたいな初級の技術が必要なんでね、お腹の一番奥だからね。で、そういうことで、アクセスダイレクト3次じゃないけども、全体の保険会社が決めたんだね。